私が守ってあげなきゃ。どんなのかわかる？もしこの後ユミコがいなくなったらどうする？見つけるよ。絶対俺ユミちゃんのこと探し出すよ。じゃあ約束。約束約束約束。ユミちゃんはあの家の中に閉じ込められてんだ。もし見かなきゃ絶対見つけるって約束したんだ。ユミちゃん、ユミちゃん、ユミちゃん。ユミコがしてた。座れよ。親指さらしをもう一度一緒にやってほしいんだ。じゃあ早速だけど、アメリカのここから転校されてる。ユミコ、私健三のことがずっと好きでした。初めて人が飛ぶ姿が綺麗だって思った。お願い、努力はきっと報われる。レイってさ、未だにケンがレイのこと好きだって気づいてないんだろ。お前そんな死んでる妻でレイに何も言えなかったの？だってもう最後のことです。あの女はケンゾーとなかなか言いたいことが言えませんでした。この時のこと継続覚えてる？覚えてないかもしれないし。よし、お前ら来た。スイッチアップやり損しろよ。ほら、そこ、来い。何と言うと、これを待って、させとけ。ずっと引っ越した。帰んねよ。死傷を来す可能性はありますが、直ちに命に関わるという病気ではありません。危ない。例の前からとても素直になりませんでした。ユニコ、どうですか？こう言ってみましょう。6年間ずっとな、本当に聞きたかったよ。心の中で思っているだけで一曲一度も言えませんでした。あなたに何が起こる？あんたなんか私の何が分かるんだよ。言えって言うの？この目に遭ってるって言えって言うの？なのになんで知らせてくれなかったのよ。私なんか、私なんかするんだよ。じゃあ分かんない。でも俺は人殺しはしない。お前らとは違う。最初の依頼の時はその絵が私が奪ったの。顔が真っ黒で、今そこに私の居場所はなくなっちゃったんだよ。私同じだよ。今までありがとね。学校でね、結局ユミコはこの言葉にたどり着くまでに。それだけじゃない。他の人なんかしてくれない。自分の家に邪魔なんですから。どっちか金持ちとあんたにも。でも結局自分の言葉に見ついでユニフォームの選択が